1対1とか無意味すぎる RG キューブの外部出力をなんとかしたい。 RG キューブの USB-C ポートはフルファンクションっていうんですか。 1080p ディスプレイポート出力をサポートしているんですが、実際に外部ディスプレイにつないでみると1対1の画面比率なんですよね。ちょっとこれをなんとかできないものかと。解決策を模索してみましたのでご紹介します。こちら主が持て余しているポータブルディスプレイ、 HDMI 対応で USB 給電で動くタイプです。反対側はボリュームなどを操作するボタン。まあどこのご家庭にでもあるモバイルディスプレイでしょう。どこのご家庭でもはねえよ。でこちら今回の厄介者 RG キューブです。ちょっとフル充電状態ではありませんが、まあ大丈夫でしょう。これだけでは外部ディスプレイには映せませんよね。苦し紛れながらも用意できたのはこちら、USB ハブってやつで、HDMI ポートもあります。HDMI ケーブル、モバイルディスプレイ用の電源も用意。セットアップしてまいりましょう。USB-C をつなぐ前に RG キューブを起動しておく必要があります。つないでも、識別されて映像が映し出され始めるまで、少し時間がかかります。このモバイルモニターは16対10なものなので、ちょっと縦に伸びた感じで映し出されます。16対9なモニターであれば、普通に正方形で映し出されるはずです。さてさて、これをどうやってフルスクリーンにしましょうか。とりあえず設定を開きます。接続済みのデバイスをタップ。接続の設定をタップ。ワイヤードプロジェクションという項目があるかと思います。そちらをタップ。英語かよ。現在ハンドエルドゲームコンソールモードになっているかと思います。これをデスクトップモードに変更してみましょう。全画面表示に変わりましたね。RG キューブのディスプレイはトラックパッドになっています。アプリは画面右下寄りにあるアプリ群アイコンをタップして呼び出します。おお、これで外部ディスプレイで、大画面で、ゲームし放題になりますね。しかし、これがまた謎仕様で、ボタン入力を受け付けなかったり、それが突然起こったりして、この場合ですと、最初ボタン入力できていたのに、トラックパッドに再び触れたらもう受け付けないとか、この時もそう。ボタン操作が本体の操作に移行しちゃってるみたいですね。確実に治るというわけではなかったんですが、一応復活できた方法を紹介します。マウスを下に持って行って戻るボタンをタップしてから、今度はコントローラーの戻るボタンを押して復活するというパターンもありました。復活しても浮かされて負けてしまいましたけれども、いずれにせよゲームプレイが中断されてしまうというのは残念です。1対1な外部ディスプレイなんてそうめったにやるもんじゃないんですから、外部ディスプレイへは16対9がデフォルトでっていう風にはできなかったんでしょうかね。ファームウェアをどうにかしなければどうしようもなさそうです。割としばらくの期間はファームウェアアップデートをしてくれるアンバーニック製品、次のアップデートで改善されていることを願いましょう。ご視聴ありがとうございました。